安野さん、とうとう大きい安顔に出ました。気持ちいい大きい安が出ました。うわ、もうかなり川幅が大きくなっているやつが出ました。今日はまたこれに沿って、どんどん森山の方に行きたいと思いますんで、ずっとここからは、淀川、安川と、つかず離れず、歩いていきたいと思います。